厳しい寒さとなった福島県北塩原村で幻想的な風景が2つ同時に現れました現在の気温は手元の温度計でマイナス8度ですあまりの寒さで水で濡らしたタオルもこのようにカチカチに凍ってしまっています北塩原村にある小野川湖では今朝、湖面から立ち上がる水蒸気が冷たい空気に触れ発生する霧 気嵐が現れましたその後日が昇ってくると太陽の光に照らされた細かい氷がきらめくダイヤモンドダストも姿を見せました訪れた人たちは日の出とともに現れたこの幻想的な風景をカメラに収めようと盛んにシャッターを切っていました